はい、おはようございます。びっくりした。え、なになに。まあ回してるということはそういうことですよ。なんすかなんすか。企画をちょっと思いつきまして。なんか嫌な予感すんな。すごい嫌な予感ですよ、それは。え、何すんのよ。前の企画を思い出してほしい。前の企画1個だけ失敗に終わった企画があんねん。今まで大食いとかドッキリ系？いや、ドッキリ系じゃない。今まで大食いとか結構するけど、まあ結構うまくいくやん。食べきるとか。ただ1個だけ失敗に終わった企画があんねん。ヒントちょうだい、ヒント。1個前の家です。あ、わかった。それでわかった？わかるわかる。じゃない、言って言ってよ。ザグラ3日間生活。なんでわかってん。それはわかるよ。だってさ、コメント欄でもさすがに当てなくしゃあないやん、ルーレットで金額決まる。そうやん、ね、しゃあない。それ、今回ちょっとリベンジしていきます。ジャグラーも一回。いや、もうジャグラーやったらまた当たらずに、まあコメント欄叩かれるのわかるんで、今回ちょっとジャンルを変えていきます。ってことは、パチンコってこと？そういうことっす。あー、いいやん。北斗無双って台があるらしいんですよ。あ、一番なんか聞くよな、YouTube とかでもさ。そう、なんか一番やっぱ再生されるコンテンツというか、そう、なんかそれで、うん、なんかやっぱ友達とか結構行ってる人らが、まあ1日10万増えたとか、なんかそういう噂を聞くんですよ、ね。そう、これやったらさすがに豪遊生活あるんじゃないかと思いまして。はい、10万やろ、はい、10万やろ。で、3日間やって1日10万使うってことやろ。そうそう、何ができんのよっていうぐらいエグいことになるやん。いや待て、だからいつも言うけどな、俺のスケジュールを知らんやん。知らんな、これ3日間生活言ってるやん。俺毎日パチンコ行くの無理やで。あ、だから前みたいにしようや。前もまとめて3日分撮って。ああ、なるほどなるほど。それで、まあ動画ではもう途中途中で入れるけど、そうしよう。また今回の金額は前がどれぐらい？ジャグラーやったからマックス1万やったと思うね。あ、それはちょっと甘いっす。1000円2000円5000円とかやったかな。それ当たらへんわっていうやつやから、それは低すぎるわ。じゃあ今回ちょっと当てに行くために、うん、まあ1個提案なんですけど、はい、3000円5000円1万2万どうすか。わー、いいね。前3日間やったやん俺。前3回ジャグラーやって当たらなかったやん。だから、うん、後期にちょっと2日目託したい。買った金をまあ俺がお金出すから、買った金で後期にまあちょっと運を託したいかなっていう感じ。いや、俺のそこで使っちゃうんすかね。多分当たるよ。当てるよ。パチンコ行かへんやん。うん。ビギナーズラック歩きすぎ。あ、ちなみになんですけど。はいはい。これ当たらんかったら自分。いや、そうや、そうや、そう。それ俺聞きたかって。え、いくら ?1 日。ちょっと高めに設定します。いくら ?500 円っす。ないやん。いや、500円嫌やねんって俺、ほんまに3日間。500円。納豆、納豆、納豆、ドリンクで終わりっす。俺、前回のジャグラー生活の1日500円、もうマジでだるかったからな。もうスティックパンとか靴だから。ちょっと当てればいいんすよ。まあ、そうやな。うん、じゃあ、とりあえず1日目からルーレット回して、北斗無双生活やっていきたいと思います。出会いか。はい、ということで初日やっていきましょう。ここでも運命が決まる。はい、はい、いくら。いや、初日から2万欲しいね。2万もいらん、2万もいらん。ん、これ何やねん。5000円です。まあ3000じゃないだけマシか。5000円って当たるもんな。いや、でもそれは運によるか。うん、まあ、どんだけ回されてるかにもよるしっていう感じで、初日5000円でございました。ですいいよ。剣心の世ラスト1000円。はい、ということで初日、しんと君500円となりました。おめでとうだよ。だからこの企画嫌やねん。いいよ。おはようございます。マジで悔しい。で、まあ当たらなかったということで、まあ今日1日目は500円で生活ということで、今ですね、1時ぐらいに起きました、お昼の。まあ基本ね、いつも深夜までパソコンとかしてて、まあね、朝全く起きれないんで、まあ朝食代はね、節約できたかなっていう感じ。昼飯は節約します。こちらです。一平ちゃんのストロングガーリックということで、こちらね、さっき杉薬局でね、買ってきました。116円でしたね。いただきます。あー、でもこれ量多いな。普通にこれで116円やったら全然安いな。あー、ガーリックのいい匂い。いただきます。うん、うまっ。ごちそうさまでした。いいよ。はい、ということで夜ご飯っすね。で、残り386円使えるね。牛丼のこれ
夜ご飯牛丼の何やったら、まあまあまあ豪華ちゃう。俺流はまず生姜たっぷり、うん、で次はうまっ、はい、完食。いいよ。ほんまに君に託してるからな、俺。ビギナーズラックって何か知ってる？ビギナーズラック？お金いらんねんで。お金いらんし、欲がなく、行ったこともないやつってことやろ。そう。だから、3000円で当たるん。ああ、3000円でええやん。任せろ。けどまあ、2万行ってや。俺の生活かかってるから。なるほどね。5000円か。俺と一緒やんけ。ビギナーズラックって余裕よ。余裕やね。余裕よ、余裕よ。行きます。いいよ。じゃあ頼みます。2日目シロさん、終わりました。え、終わったん？2日目500円。くそ。いいよ。はい、ということでおはようございます。おはようございます。まあ今お昼なんですけれども、うん、パチンコ生活2日目。昨日もなんですけど、うん、500円しか使えないんですよ。1日？昨日も500円で今日も500円なんですよ。パチスロで、うん、もし当たらなかった場合は、うん、500円だけ使えるって後期に言われてるんですよ。ああ、なるほど。当たらへんかった。当たらなかったんですよ。5000円使ってね、ルーレットで回した金額パチスロに使ってるんですけど、当たらなかった。まあ今お昼ぐらいで、今からねゲームセンターで撮影するんですけど、はい、まあちょっとお昼、まあ、量があった方がいいかなということで、108円のファミリーマートのチョコチップのスティックパンですね。これを、ね、これがメスだ。お昼ご飯、まあでも量はねあるんで、これかなり6本入ってるんですよ、これ。うまい。これだけで、これだけご飯、まあ昼ご飯なんで、夜はねあと400円使える。まあこれ食べてね、はい、頑張りたいと思います。はい、いいよ。はい、ということで、夜ご飯っすね。でね、今ね、8時ぐらいなんですよ。夜の20時ぐらい。で、今から、ちょっとね、フットサルにね、この後、行くんですよ。なので、ちょっとね、軽めっていうか、軽めでもないな。かなりジャンクフードなんですけど、残り400円使えるんですよ。なので、チキンナゲットと、マックの、エグチを買いました。200円。これ、むっちゃうまいから、これ。いただきます。やっぱマックといったらもうナゲットやからね。うまい。いいよ。いいよ。ひどい結果よ。5000、5000。ちょっと万は欲しい。1万以上やな。いきます。2万。来たちゃん。うわー、2万や。来た。これはあるやろ。いや、2万あったさすがにな。2万あったら当たる気がします。イエス。いきます。いいよ。僕2万円じゃないですか。はい。1日でもう売って可能性を高めるって感じ。2台で。ああ、そういう作戦で。そっちの方が多分楽だと思うんで。協力プレーですね。そうそうそう、それの方が確率上がるから、そっちにしていい？了解です。まあ、2万は2万やから、はい、君に1万円を託します。バイバイ、キチちゃん。さすがに当てよう。3日目。めちゃくちゃ赤字やん。じゃあこれが俺の3日目の食費になります。ありがとうございます。これは余裕です。いいよ。
おはようございます。まあね、今日ね3000使えるんですよ、いつもの6倍。だからね、だいぶね幅がね広がるんですよ。ちょっとねツイッターを朝ね見てたら、まあこんなのがねあったんですよ。こちら、出前館ピザ半額祭プラス初回頼んだ人1000円オフっていうのがあったので、ちょっとねピザを頼みました。 L サイズ、なんとお値段890円でございます。コウキありがとう、マジでありがとう。うまっ。マジで注文して10分ぐらいできたから、ドミノピザすごすぎる。ありがとう。いいよ。はい、今昼ご飯食べ終わって、まあ1時間ぐらい経ったんですけれども、まあね夜ぐらいにね友達とちょっとご飯軽くね行こうってねなってるんですけれども、まあ夜までね時間あるんで、今から鬼滅の刃見に行こうかなって思います。まあ言ってもね、あと2100円ぐらいねあるんですよ。なのでまあ1000円使ってで1100円ぐらいねまだあるんで、まあ、それを夜ご飯に回せばいいのかなっていう感じで、やっぱ3000円だとね活動の幅が広がるということで、ちょっと今からね普通に鬼滅の刃見に行きたいと思います。いいよ。はい、夜になりました。でね、さっきね鬼滅の刃の映画見終わって帰ってきたんですけど、まあね今横に友達いて、今からね飯行こうってねなってたんですよね。けどもう僕がね1000円ぐらいしか使えないんで、めっちゃ友達料理うまいんで料理作ってもらおうと思って1000円渡して、そしたらめっちゃうまそうなの作ってくれたから、もう最後の締めは家庭的な味で僕ともその3日間生活を終わろうかなということで、こちらを作ってもらいました。こちらです。うわー、むっちゃうまそう。これどう？チンゲン菜のクリーム煮で、ベーコンのブロックと鶏肉、これ2人前の材料で750ぐらいか、1500円ぐらいだったもんな、全部料理買い出して1人750で、この後にまあリゾットとかもね、うん、いけるから、最高の締めがねあるよできるっていう感じうん、うまっ。いや、うまっすわー。チーズもたっぷり入ってるこのクリームリゾットね。うわぁ、熱々やろこれ。うまっ。あ、ちなみにこのジャスミンティー、これケンさんなんでね、あんまり気にされないようにしてください。いいよ。はい、今ねちょっと食べてる途中なんですけど、もうね締め取ろうかなって思います。パチンコ生活、まあ、500円の時ね結構きつかった時あったんですけど、やっぱりお金の使い方とかね考えたりとかもするんで、なおかつ、まあ、今日ね3000円の時にまあ、友達がね料理作ってくれたりとかしてね、安く抑えられたりとかしてね、むしろ豪遊よりもなんか価値のある3日間になったかなって思います。負けたら負けたでまた違うね3日間生活が送れたんで、まあ、よかったかなって思います。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でまた見てボーボー。